ヘリグロヒメトカゲはトカゲ科に分類されるトカゲ。日本固有種のトカゲ。沖縄諸島、奄美諸島、トカラ列島、大隅諸島に分布。全長90から120ミリメートル。東道長は42から69ミリメートル。オスはメスより大型になり、相対的に尾が太く長くなる傾向がある。胴の長さの割に短い足を持ち、尾が全長の半分を占める。 胴体は角張っている。頭部中央の鱗は大型。下まぶたの鱗は一部半透明になっており、まぶたを閉じた状態で外を見ることができる。鱗は細かく滑らか。体色は赤褐色から茶褐色、多くの個体に背中線に沿った不規則な暗褐色の筋が入る。また、体側には黒褐色をした縦状が入る。腹部は灰白色を呈し。 黒化試食をした反紋が散在する。先島すべとカゲとは、体側の黒化試食の縦体が顕著に見られること、この縦体と背面の境界に淡い黄色の乗船が入ること、東部中央の鱗が大きいことで区別できる。中高生、低地から山地へ広く生息する。湿った場所を好み、墓地周辺の自然林や二次林 畑に積まれた枯れ草や落ち葉の下などで普通に見られるトカゲである。銅の長さの割に短い足を持ち、落葉の中を巧みに進むことができる。乾燥への耐性が少ないため、臨床が乾燥すると個体数は激減する。植生は動物食で昆虫などの小型、無脊椎動物やその死体などを食べる。また、熟れた果実を舐めることもある。天敵は灰。 繁殖期は6月下旬から8月。男性で一度に2から7個の卵を産む。ありがとうございます。